私も就職できて、やっと一人前の大人になったって感じです。これもお父さんが私にいろいろ仕込んでくれたおかげかな。これからは身についた技能を生かして仕事で頑張ろうと思います。でもでも、私本当はプリンセスになりたかったんだけど、どこでどう間違ったんだろう。まあしょうがないか。考えてみれば無理な注文よね。さ、明日から頑張って仕事だ。今日はもう寝るね。おやすみお父さん。これからもよろしく。